はいどうもこんにちは、岩下スティーブンです。秘めた巨大なパワー、そびえ立ったタワーがありますけど、まずはこっちのパワーから。デラックスブーストマーク2レイズバックルの紹介です。そびえ立ったタワーはまた順次紹介していきます。あらららというわけで、まずは箱の方、ブーストフォームマーク2に変身。マーク2っていうネーミングがいいね。真っ赤になったし、より狐感が増してるね。箱の上に遊び方、ハンドル回すとバックルが開く。開いたらこれ結構な大ボリュームになりそう。で、横の方内容物はこれ一本ね。デザイアドライバーにセットマーク2に変身。狐かつなんか心なしか若干の和テイスト。ハンドルを回して必殺技もできるし。これですよ、別売りのデラックスレーザーレイズライザーで仮面ライダーギーツレーザーブーストフォームに変身。レーザーレイズの箱の裏の方にもこれは書いてあったかな。これを使うことでまた別の姿に変身ができる。デザイアドライバーがなんとなく銃型になってるけど、一応ベルトは付けっぱなし。これまだ本編には出ていないんでどうなるか楽しみですね。よし、それじゃあこちら中身を見ていきましょう。マーク 2! まずはじらし段ボールがついていて、これを外すと、ほいっと、あ、結構硬かった。シンプルにバックルが1本入っています。説明書はいつも通りウェブでっていう感じかな。じゃあ早速こちらバックルを詳しく見ていきましょう。はい、こちらがデラックスブーストマーク2レイズバックル。ブーストレイズバックルマーク2とかではない。レイズバックルは一番最後に来るみたいな。デザインは赤いハンドルがついていて、真ん中のところが光沢のブラック。ブラックの中にちょっとラメも入ってる。配色とかも形はだいぶシンプル。で、サークル部分がメタリックパープルで、ベルトの中心来るところがクリアパーツ。中心に穴が開いていて、だいぶ四角いね。通常のブーストと同様に赤と緑の模様が入ってる。で、ぐるっと後ろから見ると、ピンの方は60番。数字的には一応ブーストの前。で、ギミックはハンドルを回すと、4箇所が展開。一気に開いて内側には赤のメッキ。メッキが入ってるところは通常のブーストから健在。通常ブーストが5つ集まってこれになる。5つって言っても1つのブーストに4つが入るっていう。進化用の素材的な感じで入ってきたんで。そういう部分でエンジンとかこれマフラーかな。4つのパーツが付いてるんでしょうね。これも尻尾に見立てたらあと4本あればキュービになる。強化によってキュービっぽい感じになるんじゃない?外観はこんなところなんで、若干ゼクトマイザーっぽいな。とりあえず尻尾を全部畳んでおこう。それじゃあ外観は以上なんで、こちらベルトに装填して遊んでいきましょう。こう持ってみるとちょっとなんか内輪っぽさもあるな。まあ穴開いちゃってるから全然風来ないけど。よし、それじゃあベルトに装填。もうまずはグリーン発光で、緑の模様が消えて、炎っぽいやつが残っている。よし、そんじゃいきます。変身。早そうだね。ブーストマーク2でギューンと F1 が通過していくような効果音。BGM もなんとなく疾走感があったかな。じゃあ変身ができたんで必殺技。ハンドルを1回回転。ブーストストライク。マーク2は特に入ってこない。じゃあ次は2回回してブーストタイム。で、大気音声が流れるんで、これでもう一回回す。ブーストグランドストライク。マーク2だけど必殺技の方はブースト。それじゃあ一旦外して。いよいよこちらとの組み合わせ。とりあえず先端部分を外しておいて。これで2つをベルトにセット。まずはブーストを左側に装填。で、逆側にレーザーレイズライザーを装填。おお、セットアップといって、対極音声で両方とも同じ光り方をしている。ブーストのハンドルを回転して、で、次はレーザーレイズライザーのトリガーを引く。
お、あ、なんかしばらく赤く光ってる。なんか炎っぽくて、あ、これ炎じゃないか、模様は。とりあえずこれでレーザーブーストフォームに変身ができました。ライザー使ってるから、あの松岡さんボイスとデザイアドライバーのシステムボイス、二人の音声が重なってる感じ。セットアップでデュアルオン、ハイパーリンク、レーザーブースト、レディーファイト。音声の方も結構ヒロイックな感じでしたね。で、変身ができたんで超必殺技遊び。まずはライザーのレバーを上げる。フィニッシュモードといって耐久音声。耐久音声かっけえな。で、これでトリガーを押すと。レーザーブーストビクトリー。これで超必殺技が放てます。ちなみにこれレバーを起こさなくてもトリガーを引くだけでもいいっぽいね。まあだから一旦これベルトの帯を外しちゃって。銃型の武器にも一応できるっちゃできるけど、本編では特にベルトから外して銃として使うみたいなことはないのかな？見ようによってはここのレバーのところもすごい重厚っぽい。なんだったらここ全部から発射できそう。ちなみにブーストを回転すると、ハイパーブーストビクトリーでした。ちなみにベルトに装填せずにこのレーザーレイズライザーにマーク2をそのまま装填すると、特に音は流れない。ベルトにつけておかないとダメなのかな？というか、なんだったらすごいゆるゆる。傾けただけで簡単に外れちゃうわ。とりあえずこういう使い方はなさそう。ちなみにマグナムシューターにはクリアパーツが邪魔をして特に装填はできない。公式ラインもよろしくね。はい、というわけで今回は仮面ライダーギーツの強化フォーム、ブーストフォームマーク2に変身できるアイテム、デラックスブーストマーク2レイズバックルの紹介でしたが、いかがだったでしょうか。名前もマーク2ってことで、まあ特に装填できないけど、一つのブーストに4つのブーストが追加されて5ブーストみたいな。ただでさえ強かったブーストがより強くなったっていう感じかな。デザインが縦にも横にもダイナミックな感じ。名前も外観もいかにもパワーアップ。レーザーレイズライザーを使うことでまた別の姿、レーザーブーストフォームに変身ができる。立ち位置的にこれはどういう感じなんだろう。ゼロワンでいうところのシャイニングホッパーからシャイニングアサルトホッパー的な。まあデザイン的にもマーク2にアーマーがさらに被さってるっていう感じだから、立ち位置的にはそれが近いのかもしれない。その辺含めて本編楽しみにしておきましょう。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。